Copy. 炎を司る風景師である。魔剣とその娘よ。よくぞここまでたどり着いた。無事を祝おうぞ。あの、父さんは無事なんですか？今、どこにいるんですか？我々のトレーラーの中だ。ついてこい。今私たちは苦しい時代を迎えています。ですがこれは千年王国を迎えるための試練であり、大いなる平和へ導かんとする主のおもし召しなのです。さあ今こそ汚れた魂を捨て主の身元へ帰りましょう。悩めるすべての魂を主はお救いくださります。宗教が自殺を進めるとは世も末だな。悪魔の仕業っていう話もまんざら嘘じゃなさそうだ。これもケンのお父さんをさらった連中が仕組んだこと。さあな、俺にわかるのは葬儀屋が儲かることぐらいさ。予想通り所長のデータは多重に暗号化されているわ。全て解読するにはかなりの時間が必要よ。他にはいい話と悪い話どっちから聞きたい？いい話だけ。所長は計画に関する全データをギネス博士に送ってるわ。ギネス博士？魔剣の開発に反対したあのじいさんにか？反対してたからこそそう考えるべきでしょうね。連絡してみるだけの価値はあるわ。それで悪い話は？よその実験レポートだけど残念ながら信頼できるわ。なんだこりゃ、人体実験と変わらねえぜ。よく今まで表面化しなかったな。まずいな。何がですか？このデータが正しいなら魔剣の人工脳は自分のイマージュを選ぶ。そしてそして融合が始まるわ。融合って？魔剣に吸収されていくのよ。吸収されると？アイデンティティの消失、彼女の個性は死を迎えるわ。イマージュを失った人間は何も感じないし何も考えない。ケイはただ生きるだけのゾンビになっちまうのさ。そんな冗談じゃない。早くどうにかしないと。所長が戻ってくれば大丈夫よ。まだ生きていればの話だがな。やめてよ。リー氏から何か連絡は？何もないわ。ギネス博士のところへ行けと誰かが魔剣に伝えるしかないな。今の欧州はペストが流行った12世紀みたいなものよ。そんなところに誰が行くのよ。僕が行きます。会える保証なんてないのよ。それに危険だってこと。僕は行かなくてはならないんです。あの時僕がもっとしっかりしていれば。コウ君のせいじゃないわ。もし責任を感じているのなら。そうじゃないんです。僕はケイを助けたいんだ。ここで負けるの帰りを待っただけなんて耐えられない。冷静に物事を考えなさい。あなたはまだ子供なのよ。それに旅費はどうするの？融合が始まってもおかしくない時間だ。早く元の体に戻さないと手遅れになる。なあ、ここは一つフォーに任せようじゃないか。モスクワに行けば馬券に会えるかもしれない。ギネス博士ならイマージュを元に戻せるかもしれない。
全ては推測でしかないわ。あなたは危険な賭けを子供にさせるつもり？俺は本人の意思を尊重したまでだがね。ミラーさん、お願いします。僕に行かせてください。止めても無駄なのね。魔剣の動きをトレースするプログラムを組むわ。それまで待って、いいわね？
Thank you.
Thank you.
I'm gonna go get it.
Thank you.
I'm not sure.
風剣士のラムロット。お前が魔剣か。欧州に潜入している天孫流星の部下を倒し、リスボンの港へ来い。それが風剣士カティのメッセージだ。この欧州には天孫流星の計画を阻止する使命を帯びた風剣士が俺を含め3人いる。皆この世界を守るために己の意志を捨てた人間だ。魔剣よ、お前は人間になりたいと思ったことがあるか。愚かで自分勝手な人間に。かつて俺たち風剣士は天孫流星の力を持ち世界の秩序を守ってきた。ふん、世界を守ってきたといえば聞こえはいいが、争いを根絶したわけでも平和を導いたわけでもない。単に時を進めただけだ。秩序を維持するという名目のために俺の一生は使われる。馬鹿げた話さ。だが俺は風剣士だ。使命を果たさねばならない。その結果愛する者を失うことになってもだ。他に自分の生きる意味を見出せない愚か者だからな。魔剣よ、風剣士としてお前に命じる。くだらぬこの世界を守るため天孫流星の部下を倒せ。天孫流星の考えに賛同するもしないもお前の自由だ。だが風剣士の命を拒否すれば人類の敵として認知されるぞ。それでも欧州の八家を倒す気にはならないか。そうか、ならばお前を封印する。第二の天孫流星を誕生させるわけにはいかない。ふん、俺も奴らの同類だ。貴様がこう答えることを望んでいたのだからな。
風景師の宿命だから仕方なく戦っているみたい。